はい、というわけでね、今日はですね、岡山県の美咲町っていうね場所にやってきました。ここにはね、車両が展示されている場所なんですけども、今日はですね、まあちょうどお花見のシーズンなんと合わせてので、ね、なんかイベントをやってるということで今日やってきました。まあなんか関係者の人から聞いたら、まあなんかそのね、今までずっとコロナがあって、まあこういうイベント、まあ車両を走らせたりとか、列車の中に乗ったりとかいうね、イベント全部自粛してたんですけど、まあ、このタイミングでね、こういうイベントやるということで、今日は車両をね走らせたりはしないんですけど、まあ車両の中に入ったりとかお弁当買って食べたりとかいうようなイベント第1回目みたいな感じ、まあ、お試しでね、やるということで今日ちょっとね、行ってみようかなと思います。すごいなと思って今水が来るとまあこの片上鉄道の吉ヶ原っていうね駅なんですけども、何度かねここでね来て撮影したこともあるんですけど、まあねこうやって普通にねこの線路なんか歩くことができるっていう感じなんですよね。まあこのイベントでね車両を走らせてる時はまあ中には入れないですけど、それ以外はねこうやってね入ることができると。いうことです。これが中で食べれる。あ、わかりました。その中で食べる。青色のやつですよね。そうですそうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これです。ブルーの列車の中で。いただけるということで、よしよし、どうですか。ただちょっと古い車両なんでね、ちょっとわかりました。はい、ありがとうございます。よし、あ、じゃちょっと買います。舌で灯油を焚いて、でその温風が出てくる。ああ、なるほどなるほど、ありがとうございます。これってのはあれなんですかね、つなぎ目を外すみたいなやつですか？車でいうとパーキングブレーキですね。ああ、なるほど。これ真下だ。そう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 。走行中は機関車からの送った空気で空気圧でブレーキかけるんですけど、止まってる間は空気圧がないんで、これで。ああ、なるほど。まあ、非常時もこれで行くんですけど、何分そんなに力がないんで、まあ本当にパーキングブレーキ。なるほどなるほど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最初僕から。みんな入ったんだよ。最初僕から。ではまたぜひお越しください。お願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらからフォローよろしくお願いします。